ティファニー・ゴドイが語る平野賞の魅力。彼が表紙に選ばれた理由ティファニー・ゴドイの視点で見る平野賞の挑戦と成長。2024年8月号の「ボーグジャパンは、ゲームチェンジャーをテーマに据え、平野賞が表紙に初登場することとなった。この号の編集者であるティファニー・ゴドイは、平野との交流を通じて彼の魅力に触れ、特別な感情を抱くことになったという。 彼との出会いは、驚きと喜びに満ちたものであり、その瞬間を詳細に語ってくれた。平野との初対面は、スタジオに向かう途中のことだった。狭い路地で車が通れない状況にもかかわらず、黒い車が彼女の背後で止まり、そこから降りてきたのが平野翔だった。金髪と笑顔が眩しい彼が、はい、と気さくに声をかけてくれた瞬間、ティファニーは彼の魅力に引き込まれた。 このようなユニークな場面での出会いは、彼女にとって忘れられないものとなった。その後、表紙撮影が行われた。この撮影のテーマは、ワイルドな西部であり、青い空の下で平野のシルエットが美しく浮かび上がる瞬間が何度もあった。特にアーバンカウボーイをイメージしたシーンでは、星草の山に横たわり、リラックスした表情を見せる彼の姿が印象的だった。彼の少年のような魅力が、 ウエスタンをテーマにしたルイ・ヴィトンの24年周到メンズコレクションを引き立てたこのコレクションをデザインしたのはシンガーソングライターから世界最大級のブランドのデザイナーに転じたファレル・ウィリアムスであり彼の作品と平野の融合が見事に実現した長年パフォーマーとしてトレーニングを積み表舞台で活躍してきた平野は一見すると瞬く間にトップに上り詰めたように見えるしかし そのキャリアはまだ始まだだ。始ったばかりだこの撮影の数週間前にはナンバーアンダーラインアイの一員として海外初ステージを実現させているその舞台はロサンゼルス郊外で開催されるワールドクラスの音楽フェスコーチェラだった日本に住む私たちにとって彼の海外での成功は大きな驚きであり平野とナンバーアンダーライン愛が抱く高い志を見せつける機会となった 実はこの撮影の前に、ナンバーアンダーラインアイのライブを見る機会があった。4日間にわたった東京ドーム公演は全日程がソールドアウトとなり、ゴートでは会場の興奮がピークに達し、誰もが、ゴート、ゴートと叫んでいた。この記憶は、カリフォルニアでステージに立った時にも平野の脳裏に浮かんでいたに違いない。これは未来に向けた大きなステップであり、 日本の音楽業界にとってターニングポイントとなったのだ今月号のテーマは各界のゲームチェンジャーでありエンターテインメントの世界だけでなくスポーツ界も取り上げているパリでのオリンピック開幕を控え世界各国のオリンピック出場選手をカメラに収めたスペシャルストーリーも掲載している日本の選手松田氏の「サーフィン」と「阿部ウタ」「柔道」にも登場いただき 彼らの強い意志と絶え間ぬ努力がどれだけの高みに上り詰めることができるのかを証明する姿が描かれているアスリートでなくてもその装いをお手本にすることはできるスポーツアイテムをメインにフィーチャーした特集ではストリートスタイルのミューズやランウェイブランドのスポーツウェアやキャップポロシャツが紹介されているまた夏の到来とともにウェルネスをテーマにしたビューティー特大企画も見逃せない ヘルシーなボディの在り方やメンタルヘルスの重要性に焦点を当てた内容は、多くの女性にとって価値ある情報となるだろう。セルフラブビューティーガイドも注目の一つだ。気持ちをポジティブにし、自己肯定感を高める美容メソッドは、多くの女性にとって価値ある内容であり、日々の生活に取り入れやすい方法が紹介されている。自己肯定感を高めるための方法としては、 日常の小さな喜びや達成感を大切にするる。ことが挙げられる例えば毎日のスキンケアやヘアケアを丁寧に行うことで自分を大切にする時間を持つことができるまた自分の好きなファッションを楽しむことも自己肯定感を高める一つの方法ださらに夏の日のファッションを取り上げた特集も見逃せないロンドンのストリートや美しい海辺での撮影が行われ 都会に暮らす人々やアスリートがリラックスする瞬間が描かれているこうしたダウンタイムは緊張から解放される大切な時間でありどんなに忙しい人でもリラックスする時間を持つことが重要だと感じさせられる平野紫のような人物が表紙を飾ることで多くの人々に影響を与えインスピレーションを与えることができるこのようなゲームチェンジャーたちが私たちの未来をどのように変えていくのか 期待が高まる彼のこれからの活躍に注目しつつ、私たちも自分自身のゲームチェンジャーとしての役割を見つけ、日々の生活に取り入れていくことが大切だろう。今回の表紙撮影を通じて感じたことは、どんなに成功している人でも、常に新しい挑戦を続けることが重要であるということだ。平野翔は、その姿勢を持ち続けている。彼のような人々が、 私たちにととってのロールルモデルとなり、未来に向けての新たなステップを踏み出す勇気を与えてくれる。平野翔のような人物がその一歩を踏み出したように、私たちも日常の中で小さな変革を起こしていくことが求められます。彼のキャリアの初期からの歩みを見てみると、その成功の裏には計り知れない努力と挑戦が隠されていることがわかります。彼は数々の壁にぶつかりながらも、 それをを乗り越える力を持ち続けましたそれは彼自身の努力だけでなく、周囲の支えやファンの声援が大きな力となっていることでしょう。さて、この記事を読み進める皆さんの中には、自分自身のキャリアや人生においてどのように前進していくべきか悩んでいる方もいるかもしれません。ここで、平野章の姿勢から学べるいくつかの教訓を紹介したいと思います。まず第一に、 自己投資の重要性です。平野は自身のスキルや才能を磨くために絶え間ない努力を続けています。彼のパフォーマンスを見るたびにその背後にどれだけの練習と準備があるのかが感じられます。この姿勢は私たちがどんな分野においても成功を収めるためには欠かせない要素です。自分自身の成長を信じ時間と労力を惜しまずに投資することが 長期的なな成功につながるのです次に、コミュニケーションの力です。平野はその魅力的な笑顔と気さくな態度で、多くの人々と強い絆を築いてきました。彼がどれほど忙しい日々を送っていても、ファンや同僚との交流を大切にしていることが伝わってきます。これは、私たちが職場やプライベートでの人間関係を築く上で非常に重要なポイントです。 人と人とのつながりは、私たちが困難を乗り越えるための大きな支えとなり、成功への道を切り開く鍵となります。また、失敗を恐れず挑戦する姿勢も大切です。平野のキャリアには、多くの成功だけでなく、失敗や挫折もあったはずです。しかし、彼はその度に立ち上がり、新たな挑戦に取り組んでいます。これは、私たちが学ぶべき重要な教訓です。 失敗は成功への一歩でありそれを恐れていては前に進むことができません失敗を受け入れそれを糧に成長することが真の成功への道なのですそして平野のように自分の夢を持ち続けることも重要です彼は若い頃からエンターテインメントの世界で成功を収めることを夢見てその夢に向かって努力を続けてきましたその結果現在の彼の成功があります 夢を持ち、それに向かって努力することが、私たちの人生を豊かにし、達成感をもたらしてくれるのです。最後に、これまでに紹介してきた教訓を日常生活に取り入れるために、具体的にどのような行動を取るべきか考えてみましょう。例えば、自己投資の一環として、新しいスキルを学ぶためのオンラインコースに登録することや、定期的に自己評価を行い、 自分の強みと弱みを見直すことが挙げられます。